二日酔いの時にやることないからテレビのスイッチなんか決めるとね、先生あまりなさらないでしょうけども、今日本のテレビでめちゃくちゃの食い物番組が多いんですよ。よく見てないけども、なんかこう油で揚げたもんだとかにゃーってね、ああいう見るとあれでしょ、やっぱりお医者さんとして特に安子先生としてバカもいい加減になさいって感じが しませんか。私はもう本当に今偉そうに患者さんに指導してるんですけど、その昔は自分で大失敗をして、それでいろんなトラブルを自分で抱え込んだという、もう本当に暗い過去を持ってまして、やっぱり得たことっていうのは自分の体を通してすごく分かった。今は本当に目先の派手なものに皆さんこう目がいって、食べれば元気になるっていうのはどうも日本人の中に定着していて、とにかく疲れると食べるんですよ先生。焼肉食べたりします。夜中にうなぎを、精をつけるために夜中にうなぎを食べるっていうんですよ。うなぎっていうのはすごく脂っぽいわけですよ。でそういうものを夜中にいただくっていうことは、疲れてるわけだから、だいたい疲れてるってことは内臓がかなり消化器系が疲れてるっていう、東洋医学では見ますので、脂っこいものを召し上がる、冷たいものというのは内臓をさらに弱らせてしまうんですね。ですから自分も随分冷たいものを飲んだんですけれども、でもその結果自分の場合はかなり口の中には口内炎とか歯肉炎とか出てまして、それで歯医者さんとは仲良しだったんですね。歯医者さんに一生懸命貢ぐために自分は何か仕事してるのかなっていうぐらい歯が悪くて、ある時に食の本を読んだ時に、やはり甘いものとか冷たいものがかなりそういうものを粘膜に影響するっていうことが書いてありまして、それで自分もかなり苦しかったものですから、でやめたんですね。今安子先生おっしゃったご本人の暗い過去っていうのはね、実はお菓子の食べ過ぎなんですね。そうなんですか。甘いもの大好き大好きだったんです。そうなんです。だから悪いという悪いものが大好き でうちの父親がまたちょっと偏っておりまして、うちのメニューっていうのが天ぷらフライ天ぷらフライみたいな、そういう繰り返し出てくるような家庭環境だったんです。なんでいや無知だったんですよ。そういうものを食べると喉が渇くんですよね。それでなんか冷たいものが欲しくなるんです。でなんで私も冷たいものをこんなに欲しがったんだろうなって考えた時に、食べるものが非常に脂っこいものが多かったって、食後なんていうとケーキとかそういうものを食べてたっていうことなんですよね。それで苦しくてやめたらば、行かなくなっちゃったんですよ歯医者さんに。縁が切れたんですよ。それで、あ、こんなに影響してるのかなっていうことを自分の体を通して学びまして、患者さん拝見してと思うんですけど、きちんとした、まあ、いや私はあまり冷たいものも取らないし、脂っこいものもあまり取りません、きちんとして、まあ一応玄米菜食のような形でやってますなんていう患者さんに一人も巡り合ったことがないんですね。大体みんな悪いものを、私の過去に食べてきたようなものを食べてる方がやっぱりほとんどなんです。僕らの精霊の頃だってね、天ぷらとステーキとうなぎかな、この3点セットはね、グルメ料理であるのにならず金持ちの印ね、これにありつけたらね、なんかもうブルジョアの錯覚を持てるっていう、そんな時代があったんですよね。ただね、この前ちょっと札幌行って親戚で食事したんだけども、東京前からあるんですけども、最初にお酒の飲めない人ジュースになさいますなんてウェイトレスが給仕さんが言うんですよね。あれも考えてみたら、ジュースなんてね、果糖、果物の糖分でしょ。グルメって美食家ってみたら言うんですよね、なんか美食家と称するやつが最初からジュースを飲むんじゃいかがなもんだろうって、いちいち僕そういう時にウェイトレスに注意しなきゃいけないの。このメニューからこのジュースってのを削っといてください、酒でないとしたら水だけにしといてくださいって そうなんですそれね至る所に広がっちゃってるな。合わないですね、ご飯とジュース。そうですね、特に子供なんてジュース飲ましたら、その血糖だけでなんて胃袋おかしくなって、もまともに普通の食事しなくなっちゃいますからね。子供さんも見てて、うちに
いらっしゃる子どもさんなんか見ると冷たいものをやっぱり取る方が多いんですね。それで聞いてみると自動販売機で子どもって楽しいらしいんですよ。その自動販売機をこうお金を入れてボタンを押して出てくるっていうのがすごく嬉しいらしくて、そうするとやりますよね。で当然出てきますよね。でそれを温めるならいいんです。そのまんま飲ませちゃうと一口目はいいんですよね。でもその後っていうのは寒くなるんですよ、うん、でも大人はうちのはごく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 残すのはなんだとか言いながら飲むんですけど、うん、なんて言うんですけど、でもそれはもうとにかくあまり冷たいものはやめた方がいいのよっていう指導が入るんですけど、うん、いや僕もね前回から偉そうなこと言ってるけど実はストレスでしょうね。こう見えてね朝子さん結構ストレスあってね。あ、そうですか。やっぱりねストレスになると僕の場合はあれ米の飯がねうまいのね、お茶漬けだろうがね、うん、深夜のお寿司だろうがね、先生に叱られるけどこの前深夜の1時か2時に四ツ谷で食べた寿司はうまかった。ところはあの炭水化物がこれまた危険みたいですね。夜9時以降に食べた炭水化物は余計なものは大体体内脂肪に変わって、ってことは脂肪は血流を悪くするでしょ。血の流れが滞ると当然神経の、ね、動きも鈍くなって、うん、ってことは、まあ、僕はいずれあれなんですね、うん、いずれだって73だから僕の場合はどうでもいいんだけども、 いずれ血流不全によるあれでしょうね、がんの何がんかまだはっきりしないということになっちゃうのね。だから食べ物って怖いこと怖い、食べ物の影響っていうのはとても大きいんですけれども、うん、なんかあまり話題にならないんですよ。そうですね、っていうことは食事を注意されてそれを変えられることが嫌だって方が多いんですよね、うん、あんまり最初からですからうるさく言う、うん、言うともうそれで治療に来なくなる方も多くて、生活習慣、生活習慣というものを変えたくないんですよね。で初めて病名がついて慌てているどうしようかっていうことなんですね。でも本当は病気になる前にね気づかれるのが一番いいと思いますけどね。こんな英語ご存知、別に英語の授業じゃないんだけど、はい、フォーリズムって書くんですけどね、これ知ってんですよ。したことやったでしょ、あのホールっての全体、はい、これ W ついてるけどこれ削っちゃえばね、これは普通あのアザーホールって言うと全体としてとかってですね、はい、これから来てるんだけどね、全体論って訳すんですよね、この反対なんだったかな、先生の方が詳しいんでしょうけども、アトミズムなんて、アトムって原子ね、つまり要素ともいいんでしょうかね、これはやっぱりこの全身ホールね、それと部分のアトムっていうかの部分、それのね哲学的にもね、この対立っていうのがあって、はい、どうやら全体の軍配はこっちの方に上がってるんですよね。その、うん、まあ、どっちかってことじゃないですけどね、うん、アトムが集まって全体だし、全体の中にアトムがあるわけだから、うん、やっぱりこのまず最初にこの方全体の姿がね出てこないとっていう、おそらく哲学的云々的にはだから医学的にだってそうなんですよね。テレビ番組でうまいとかさ、なんかまったりとかさ、何言ってるんだこっちは。いや今は安くてボリュームがあって早いっていうことなんですよね。それで最近こう思うんですけど、食に関しては即効性を求める傾向があるんですね。なんで即効性なのかなと思うと、なんか小さい時からなんかこうレトルトとかなんか割とあの簡単にできるものでなんかこう生きて成長されてる方が結構いて、そういう方がなんかやはり何かこう早く食べればとにかく効くみたいな、そういうものにやはりものすごく惹かれるみたいなんですね。でも食というのはやはり大事なのは遅効性といって、毎日毎日やはり地味に積み重ねていくことが大事なんですね。だからその結果が出るには当然半年1年ということなんですけど、でもそれによって内臓が丈夫になってきて結果として元気になるということなんですが、割とあのいい加減な食ことをしている方ほどなんか割とあのこの一杯を飲むとバランスが取れて元気になるみたいな、なんか青汁とかなんかそういうことで飲んでなんか満足してる方が多いんですけども、やはりあの食というのはやはり地味なもので、やはりきちんとした食生活っていうのがベースになるんじゃないかなって思うんですけど、ただ小さい時にきちんとした食生活をしてないと大人になって
きちんとした食生活にしてくださいができないんですよ先生。どこに戻ったらいいかがわからないんですね。で聞いてみると、うちは母親が働い夜遅くまで働いてるので、うちではだいたい電子レンジで温めたりとか、なんかそういう非常に簡単なもの、それから餃子シューマイを買ってきてとか、まあ、そういうことでやっぱり成長されてきた方からすると手間をかけることがわからないんですね。なんだな、僕の場合は幼い時に戻れと言われると本当のあれですからね、敗戦直後の粗い粗食ってやつ、これどうでもいい話ですけどね、小学校1年の時の小学校の写真昔見たことあって、これは凄まじかったよ。クラス50人全部小さい50、小じきの姿ね。若干僕だけ、うちの袋があれだったのかね、服を縫い直して、その中ではね、僕だけが三千と貴公子のように何言ってんのか輝いていたけど、本当にそういう時代、そういう、そういう素食とも言えないね、そんな時代があったから、まあどこに戻るかはね、難しいんだけども。そうです。